ケーキ焼いたんだけど、食べない今日はね、お母さんもいなかったから、家でずーっとケーキ作ってたの。<laughs> 普段はショートケーキばっかりだけど、今日は珍しく、洋梨のキャラメルケーキにしてみました。<laughs> 洋梨も昨日からずーっとフルーツブランデーに漬け込んでおいたから、香りからして絶品よ。<laughs> はぁ。もう、そんな顔しちゃって、何かあったのごまかしてもダメ。私にはわかるんだから、素直に白状しなさい。どうせ、あらかたどっかで嫌なことでも言われたんでしょうん、わかるよ。だって私、 勝手に誰かさんのことをずっと見てきたわけじゃないもん泣きたいけど我慢してるとき怒りたいけどその勇気も出せないとき普段はどんなに我慢してたって私には何でもお見通しなんだから <laughs> だからね私には我慢しないで全部言って 何も嫌なことだけじゃなくていいから、嬉しいことでも、つまらない冗談でも、どんな話だって、私がずっと隣で聞いててあげる。だって、今までもずっとそうしてきたじゃない、私たち。子供の頃からずっとそう。一緒にお母さんに怒られて、学校でも先生に二人して怒られて。 昔はそれが当たり前だと思ってたけどこれって今思い返すとすごく幸せなことだったんだなって私思うのだからね外で何があったのかわからないけどもし辛いことがあればまず真っ先に私に言ってだってバカみたいじゃない。 お互いこれだけ考えてることが筒抜けなのに、それを一人で我慢して、ずっと抱え込むなんて。私ね、本当にちゃんとわかるんだよ。だってほら、露骨に私から視線そらして、我慢して、その様子だと、どうせ誰かにひどいこと言われて、帰ってきたんでしょ 別に、傷つくことは恥ずかしいことじゃないんだから。ほら、ね、こっち向いて。何も言いたくないなら、今は無理にとは言わないけど。でも、せめて私には思いっきり甘えてよ。別に私、ここで泣いたって笑わないよ。 直接言われたにしろなんとなく耳に入って傷ついたにしろ元もともと言葉って、聞く人の気持ちによっては、十分なほど傷ついちゃうんだから。え心配しすぎもう、そんなの当たり前じゃない。自分の一番、その、 大切な人がそんな顔してたら、心配にもなるわよ。だって、ただでさえいつも痩せ我慢したり、変なごまかし方するんだもん。私って、そんなに頼りない愚痴くらい別に、私、一日中でも聞いてあげられるよ。私、 今は彼女だけどそれとは関係なくとにかく心配なの私の知らないところでずっとそうやってへこんでいられるのはすごく嫌どうせなら私へこむ前にこっちへ八つ当たりしてほしいくらいえっ <laughs> んでって かな、もういいじゃないとにかく私愚痴でも何でも力になってあげるって言ってるのだって腹立つじゃない辛い時に「お前には関係ねえ」みたいな態度されたら私 何のために付き合ってるのかわからないし。それにね、私だってちょっと怒ってるんだから。外で何を言われたのか知らないけど、自分の好きな人がボロクソに言われて、平気でヘラヘラなんかしていられるわけないでしょだから、もう少し素直に、 私に甘えてよ。だって私、もう、ただの幼馴染みじゃないんだから。はーい、お待ちどうさまこんばんは、ゆず胡椒とワカメの雑水、それから、オクラとナメコの味噌汁だよ。本当は、ニンニクをたくさん使った豚肉のスタミナ炒めにしようと思ったんだけど、最近はひどく疲れてるみたいだったから、 今夜は胃に優しいものにしてみたの。ささ温かいうちに食べて食べて。うん、もし口に合わなかったら残しちゃっても全然平気だからさ。ふふん。それじゃあ私も、いただきまーすあ、あのさ、あんまり思い詰めない方がいいと思うよ。さっきその、 自分に自信がない、自信を持とうとしても無理なんだって、ちょっと言ってたでしょ私、バカだからさ、何があったのかは知らないけど。でも、自分に自信がないのは、私も一緒だから、なんとなく気持ちはわかるんだよね。ああご、ごめんねわかるっていうか、わかる気がするだけ。 <laughs> 私もあんまり偉そうなことは言えないんだけど。でも、今の世の中って自分に自信がある人の方が少ないと思うの。ほら、私のお父さんだってそうだし、ケンタやキラリもあれで、結構そういうところあるんだよ。前に一度、支配人にも聞いたことあるんだけど、自分に確固たる自信を持つのって、すごく勇気のいることなんだって。 まあ、だから、その、私が今何を言いたいかっていうと、え、えっと、つ、つまりね、言うほど簡単なことじゃないからさ、無理してそこまでいろいろと考える必要はないんじゃないかなって、私はそう思ってるんだ。自分に自信が持てない時って、 対外今の自分と他の人を比べてしまう時だったり、自分でもはっきりとできるかわからない、そんなことに無理に時間を費やしてる時だって思うんだけど。うん、ご、ごめんねやっぱり私、変に下手なこと言わない方がいいかな。だって、やっぱりこうして隣にいるとね、 どうしても心配になっちゃって。私、甘いと言われるかもしれないけど、頑張りすぎるのってやっぱり時にはいけないことだって思うんだ。いろいろなことが重なってさ、それで自信がないまま頑張りすぎると、いつかそのまま悩みすぎて自分のことが嫌いになっちゃうような気がしない私、 それってすごくもったいないことだと思うんだよね。だって自分では気づいていないだけで、私にも一つくらいは長所があるはずでしょでも自分を嫌いになったらそんな一つしかない長所ですら消えてなくなっちゃうような気がして。自分に自信がないって落ち込みすぎるくらいなら、時には無理だって、 はっきり言うことも大切なことだと思うの。だって、自信がないからって、あれこれ頑張ってさ、それで私にないものを必死に求め続けたりしたら、せっかく持っている自分の良さまで、気づかないうちに捨てることになっちゃう。うん。あ、あと、それからね、これが自分の、 一番言いたいことなんだけど、もし、自信がなくなっちゃっても、今はほら、こうして、私がそばにいるから、一人じゃできないことでも、今なら、二人でなんとか乗り切れるような気、してこない私さ、こうして付き合うようになってから、 ずっとそんな風に考えるようになったの。だって、女としてこれってちょっとどうなのって思っていた私に、こうして自信を持たせてくれたのは、他の誰でもない、今、私の目の前にいる、あなたなんだから。お疲れ様。どうしたの 今日はそんな暗い顔しちゃって。あほーん。さてはまた。何か失敗して落ち込んでるわね。<laughs> 残念でした。どんなに隠そうとしても、この顔を見ればすぐにわかります。まあ、いつも言ってるでしょ。仕事の失敗くらいで、いちいちそこまで落ち込まない。 月並みな言葉で申し訳ないけど、失敗なんて誰だってするものだし。逆にしない人間が存在するとしたら、そんな人はっきり言って、うさんくさくて信用できないと思わない失敗して怒られて、そしてそれを次の仕事に活かす。まあ、これが、口で言うほど簡単なことではないんだけど。 でもこればかりはあなたや私に限らず誰もが必ず通ってきた道だから <laughs> 今はこんな風に笑ってるけど実は私もね昔は失敗するたびに落ち込んでいたタイプだったの私って子供の頃は結構頭が固いところがあったから小学 ううん特に中学の時はひどかったわね私自分の成績にかなり過敏になっていた時期があって当時は勉強だけじゃなくて文化祭だの選挙管理委員だのとにかく自分の求められた役割に馬鹿正直に取り組んでいたわ先生も周りにいる友達も みんな口を揃えて私のこと努力家だって褒めてくれてね。まあそう言われるのは嫌いじゃなかったから、そこに関しては別段問題はなかったんだけど。でも、結局ね。その時の私は努力家でも何でもなく、ただ臆病なだけだったのよ。失敗して怒られるのが怖かっただけ。 先生に叱られるのも嫌だったし何か大きなミスをしてみんなを失望させてしまうのが怖かったでもねそんな時に母が私にこう言ってくれたの大切なのは失敗をしないことじゃない本当に大事なのは失敗した時にくじけないそんな強い心を持つことなんだって そしたらオーナー私のパパもねあの人よくテレビでボクシング見るんだけどかっこいいのは勝った選手じゃねえ何度倒れても必死になって立ち上がるそんなハングリー精神旺盛なやつだとか言っちゃってでもそれを聞いてから私妙に色々と吹っ切れちゃって 自分のせいで誰かが怪我をしたりするのはごめんだけど。でもそれ以外なら、どんな失敗も別に大したことないかなーって。<laughs> だって想像してみて。仕事に失敗して上司が怒っても、別に家族の誰かが亡くなったりしないでしょ書類の確認ミスで自分の車がお釈迦になったり、 接客に失敗したからといって、それが原因で街が一つ消滅する。なんてミラクルも起こるわけないし。結局、どんな事態に直面しても、大事なのは気の持ちよう。くじけない心が大事なのよ。どんな失敗であれ、それ一つで自分や他人の運命が大きく変わることなんて、そうそうないんだから。 というか、そんなことが頻繁にあったらそれこそミラクルね。自分に何かそういった特殊能力があるのか、その時は一度疑った方がいいかも。<laughs> まあ、何にせよ。それでも、どうしても頑張れない時って、誰にでもあるじゃないだから。 もし本当につらいことがあってくじけそうになった時には遠慮なく私を頼ってちょうだい人間ってそもそも一人で生きていけるようにはできていないし私が逆に辛い顔をしている時はあなたいつも私のこと励ましてくれるでしょくじけないって大事なことだと思うけどでもそれって 一人じゃないからこそ実現するものだと思うのよね。あんまりほら、私も偉そうなことは言えないけど。でも、そう私に思わせてくれたのは、他でもない。あなたなんだから。先輩どうしたんですか 今日は珍しく凹んでるみたいですけど。あ <laughs> はその顔はあれですね。ソラ先輩と喧嘩でもしたんですかえ喧嘩はしたけど、ソラじゃないじゃあ本当に珍しいですね。でも先輩って人と喧嘩しても全然落ち込まないイメージありましたけど。 先輩、もう少しそっちへ寄ってもいいですかなんか先輩、いつもより落ち込んでるみたいだから、今夜は私、こうしてくっついて、いろいろサービスしちゃいますね。あ、もう先輩今ちょっと私のこと笑ったでしょ。うん、うん、嘘ついてもダメです。今少しだけ口元がニヤッとしていました。 先輩っていつもそうですよね。落ち込んでる時くらいごまかさないで私に愚痴っても街は当たらないと思いますけど。喧嘩って、した後になってから色々気づくことって多いじゃないですか。私もママとよく喧嘩してたからわかるんですけど、あの一言はさすがにちょっと言い過ぎたかなとか。 私の言い分が実は全部相手に誤解されて伝わっているんじゃとかそういうのって喧嘩して少し経つとポツポツ頭の中に浮かんできて色々言い合った後少し頭が冷静になったからそんな風に思うんでしょうか私そこに関しては今でも少し不思議で だから喧嘩をした後って、私も一人で色々考えちゃうんです。考えすぎちゃって落ち込んだり、ひどい時は自己嫌悪に押しつぶされそうになって、そのまま部屋で暴れたりもしていました。<laughs> だから私、未だに先輩から子供扱いされるんですね。自分でもどうにかしなきゃって。 思ってはいるんですけど。うん。えっと、とにかくですね。私が何を言いたいのかというと、本当に後悔しているときは、やっぱり自分から謝っちゃうのがベストだと思います。だって、後悔してるってことは、少なからず自分の中に、 相手を思い得る気持ちが残っているって証拠でしょだったら早めに謝って仲直りしないと、その、先輩も私とママみたいに、その相手と長いこと関係がこじれたままになっちゃうから。<laughs> 喧嘩って、本音の言い合いから、ちょっとしたすれ違い。それから、 ただ虫の居所が悪かったりと原因はいろいろありますけどそういう時って必ず自分でも信じられない態度をとったりひどいことも平気で口にできちゃうじゃないですか私もその喧嘩とは違うけど先輩には付き合う前にいろいろ言っちゃって。 でも今思えば、そんなこともあったからこそ、私こうして先輩の隣にいられるんだとも思って。だから先輩今少しでも後悔しているんだったら、やっぱりそこは素直に謝っちゃった方がいいと思いますよ。だって、そうした方が絶対に得だって。 私とママに教えてくれたのは先輩じゃないですか、うん、でもそう考えると私たちみたいなカップルこそ定期的に喧嘩をして仲を深めていった方が <laughs> 先輩今夜中に私と3回ぐらい喧嘩しませんかだってその方が後で仲良くなれるんだったら 少しでも回数を稼いだ方が得かと思いまして。あ、頻繁に喧嘩をしたのが原因で、別れるカップルも多いってえ <laughs> そこは大丈夫です。だって私、どんなに先輩と喧嘩しても、老後までバッチリ愛し抜く自信。ちゃんと、ありますから。もうす。 あ <laughs> おお帰りなさい、お兄さん。もう少し待ってくださいね。今、お夕飯の支度が終わりますから。今夜は、オーブンを借りて、ピザを焼いてみたんです。一枚あたりの大きさは、少し小さくなっちゃったんですが、今日はこれ、生地からちょっと挑戦してみまして。あ <laughs>、お兄さん。 ちゃんとケーキも作りましたから、そこは安心してくださいね。えなんでって。もちろん、今日はお兄さんの誕生日だから。え、あの、ごめんなさい。もしかしてその、迷惑でしたか今夜は、えっと、カリナさんも、おばさんも、 帰ってくるのが遅いそうなので。だったら私が二人の分までお兄さんの誕生日会をと。う、う、うふ…すみません。なんだか私、今日はお兄さんよりも一人ではしゃいでるみたいで。私の場合、 下手にプレゼントを選ぶより、こうしてお兄さんには美味しいものをたくさん食べてもらいたくて。<laughs> ほら私、もうお兄さんの恋人ですから、こういう行事はこれからもしっかりやっていきたいんです。誕生日に限らず、クリスマスやバレンタインで、七夕も、 個人的にはお兄さんと一緒に楽しみたいですね。うん、でも、これは私の勝手な要望なので、もちろんお兄さんが忙しい場合は無理にとは。えあ、あの、お兄さんど、どうしたんですか そ、んな、今にも、泣きそうな顔して。<laughs> あの、こうすれば、少しは落ち着きますか <laughs> ダメですよ。自分のお誕生日なんですから。今日は、お兄さんには、人一倍、はしゃいでもらわないと。 ケーキだって私、奮発してイチゴをたくさん入れたんです。最初はチョコレートケーキにしようかとも思ったんですが、やっぱりお誕生日と言ったらショートケーキかなって途中で思って。うん。えへへ。ごめんなさい。さっきから私、一人で何言ってるんでしょうね。別に私、 お兄さんに褒めてもらいたいわけじゃないのに。ただ、一緒に、こうやって。<laughs> ダメですね、私。今日は、お兄さんの誕生日なのに。今は、どちらかといえば、私の方が、甘えたい気分になってしまって。私、 こうしていると、本当に実感するんです。こんな風に、お兄さんに抱きついて、くっついて。それからその、いつものように、頭を撫でてもらっていると、本当に私、お兄さんのことが、好きなんだなって。だから私、 本当はいけないことだって分かってはいるんですけど今日はカリナさんとおばさんの帰りが遅いの内心少しだけ喜んでしまってだってお兄さんと二人っきりの誕生日ってちょっとロマンチックじゃないですか私の誕生日じゃなくて ここはお兄さんの誕生日っていうところがポイントなんですけど、私だけこうして間近でおめでとうって言えるのは、やっぱりその、彼女ならではの特権かなって思っちゃいまして。だから、えっと、お兄さん、お誕生日、 おめでとうございます。これからもずっとずっと、私、お兄さんの誕生日には、頑張ります。だから、お兄さんはいつまでも、こうして私の隣で、笑っていてくれると、嬉しいです。